割とこれを撮影しているの4月18日の日曜日午前10時ぐらいです。けれども あのーまあ、大学で起こったことを大学で見たり聞いたりしたことを話すことが多いですけれども、まああのー、まあ別に誰から頼まれてやってるわけでもないこの雑談動画ですが毎日公開していると毎日1日1本ずつ出していくと大学で起こったりしたことだけを話していてもネタが持たないというところが正直ありますので今日は全然違う話をしますけれども、えー、どっから話しましょうかね「ルパン三世の第4シリーズ」 がありまして第4シリーズのことは大昔の雑談動画で言いましたけれども第4シリーズには、えー、レベッカ・ロッセリーニというです、ねえー、女性の、えー、登場人物がいましてこの人の、えー、声を演じているのは藤井幸男さんという声優さんなんですけどもこの人の声がすごい好きなんですけれども、まあ、その辺全部置いておいて第4シリーズのあるエピソードの中でルパン三世は夢を見ないっていう。 うんまあ、話があってねあの。夢を見ないというタイトルじゃなくて、いやあのルパン三世は設定上っていうか、まあ、設定上かな、えー。夢を見ないのに夢を見るっていう場面があるんですよ。で、まあ、あのーまあ、それも置いといて、僕自身ですね、夢を見ることはあんまりないんですけれども、まあ、たまにありまして、先日こんな夢を見たよっていう話なんですけれども、えー、電車に乗っていますと。そしたらね、 あの双子を乗せるベビーカーって分かりますこう椅子がこう2つ並んでる感じで,さこで後ろからこうやって押す感じやつなんですけどもそこにですね、まあ、あの座るところにですね赤ちゃんが2人,の2人っていうのかな乗ってるんじゃなくてねお年寄りがですね2人乗ってるんですよでそれを押してるのも、まあ、お年寄りなんですよなんだけれどもすごい動きが何て言うんでしょう、えー、早いんですよだから見かけに 見かけの割にはすごくこう、動きとしては非常に若い動きをするんですけれども、なんか僕が電車の中に乗っていて、その、えベビーカーを押したお年寄りが乗ってくるんですけれども、まあとにかくその、なんていうかそのベビーカーで僕がですね、で、まあ要するに、あの、非常にこう、 現実の世界ではほぼありえないような、まあ暴力を受けるっていう夢を見まして、でちょっとさすがにこれは、なんていうか、メンタル的にどうなんだと。こういう夢を見るってことは僕のメンタルは今、 ちょっと何かおかしなことになってるのかと、正常ではないのかということを考えまして、夢占いっていうのがですねあったので、いくつか調べてみたんですよ。そしたらですね、まあこういう夢を見たことがある人、あるいはこれから先見ることがある人いるかもしれないので、一応そのそういった人をこう安心させるっていう意味でも言いますと、えー、っとですね、今僕が見てるのはマイナビウーマンの、えー、サイトなんですけれども、知らない人に暴力を振るわれる夢は人間関係が良くなるんやって。あなた 人間関係運が上昇していく暗示ですとか、えー、新しい友達ができたり良い人脈を築くことができたりするでしょう親しくしたい人には自分から声をかけましょうとかね、えー、もう一つ花言葉と夢占いっていうサイトで えー、こちらで、知らない人に暴力を振るわれる、振るわれるのは、えー、暴力を振るう人が知らない人の場合、あなたのことに興味を持って,くれ,てるくれる人が現れることの暗示です。同性の場合、あなたの人間関係がうまくいくことを表しています。異性に暴力を振るわれていたら、新しい出会いがあるかもしれません。っていうね、別になくてもいいんだけど、まあまあまあ、いい,い,い出会いであったら、それあった方がいいか。あの、まあ、あれですかね、その、動画、この、 いろんな意味での動画を見て、あ、田中先生ですかっていう声をかけてくれている人がいるっていうことの暗示なんですかねって思って、ちょっと安心しましたね。ちょっとね、あのー、描写としてものすごい怖い描写だったんですよ。その夢の中での描写がね。で、それで、えっ、ー、とね、午前4時ぐらいだったんですけども、目覚めまして、そっからもう寝れなくなるレベルの、 この続々具合だったのね。なんかちょっと本当に気になっていたんですけれども、この夢占いっていうのも何いくつか見てね、あ、そういうことか、そうだとしたらまあ良かったかなっていうふうに、まあ自分の中ではほっと、っとしたっていう話ですね。ほんじゃまた。